シニャンズのニッキーとマシニャンズのコウスケとマシニャンズのトラフルです。こんにちは。じゃあ久しぶりですね。お疲れ様だったの。お疲れ様ですね。はい。ということでね、今回は今年最後の動画ということで、3人で今年の動画いろいろあったんですけど、振り返っていきたいと思います。はい。な。やっていこう。やりましょう。まずね、一人動画一つずつ、一番思い出に残っている動画ね、振り返っていきたいと思います。じゃあ俺からいいっすか。いいっすよ。いいっすか俺から。どうぞ。まあそうですね。まあいや俺はあれかな。一番なんか痛い思いしたのはね、乳首相撲だね。俺ね、乳首相撲。ここにね、この辺に動画を。乳首相撲。この辺に動画、俺出てないけどね。ああ、そうなんですか。あれはマジで、ね、あれなんですか、マオルさんとかね、やってると思うんですけど、ガチで痛いっす。うん、動画 見てくれれば分かるんですけどね。すげえ痛いもんね。乳首相撲やった後さ、乳首の乳輪大きくなったんだよね。次俺。あ、本当はいいよ。どうぞ。俺はそうだな。あれだ。ジンジャーエール。この辺に。ジンジャーエール。違う。うまっ。うまっ。これにね、うまっ。東京で、東京でコスプレをして、ショッカーのコスプレをして練り歩いた動画ですね。そうですね、ショッカーの、そうですね、東京進出したっていうことの動画ね。あれ、あの時しかもね、ケミさんがね、ケミさんがね、撮影してくれた、撮影してくれて、あれずっと、カメラマンずっとケミさん。そうですね、一歩というかな、僕ね、まあ、勇者です勇者ですよ、本当に。じゃあ、俺はやっぱちょっと最近の動画になっちゃうんですけど、まあ今までになかったような挑戦っていうかね、動画であれですよ、アナルに松ぼっくりをぶち込む。あ、痛い。まあどの部分の動画が分からないか分からないけど、こんなに出してみてください。確実に入ってるよ。あいよ。あれはね、あれはね、一線超えたね。まあね、まあね、人間の絆っていうのは、あんまり。その話かよ。おう、おう、レイ、言うたい、はいはいはい。ドキュッとレイ。あと、いろいろ覚えたんですか。あと、俺は、面白かったのは、ジンジャーエール。このためにジンジャーエール。あの動画はちょっとやばかったんじゃない。やばかったね、ちょっと謝ってたんだよ。謝ってしゃべよ、ごめんなさい。ジンジャーエール。ジンジャーエール。動画になんか、俺は、ああ、つらかったなと。あ、俺的にシナモン。あ、シナモンは、やばかった。なんか、もう、マジで、死ぬ勢いで。ね、いろんな YouTuber やってる、YouTuber の人やってるけどね。ちょっと、大げさにやろうかなって思ったけど、やろうと思ったけど、普通に素だったね。素で死ぬかと思ったの、僕が。はい。はい。ガル、まあ、まさきさんとコラボしたからね。まさきさんとコラボしましたね。はじめカンパニーは、はじめカンパニーはありがとうございます。いろいろあったね。長いよね、1年。雪の動画ね。あー、もう出てねえだろ。あー、やっぱやってつらかったのはあれですよ、目にタバスコを入れたやつですね。あれはマジでなんか死を感じたっていうか、俺失明するんじゃねえかって思ったぐらいヤバかったですね。あれ目溶けるしないで、ね、目いかれるかと思った。次その日はもうぼやけて、次の日起きてもまだ死んだね。やってみてください皆さん。これだけやってやるばかり。でもね、いいね、 YouTuber さん見てたらやってみた方がいいよ。そう、僕はいいリアクションが取れます。病院送りになったら最高なネタは落ちた。そう、最高な動画中にぶっ倒れて最高な落ちだ。それは最高な落ちですね。ということで ね、今年振り返っていましたけど、はい、どうでした。そうですね、まあこの1年、まあなんだろう、まあ、YouTube
ップやってて、そのいろんな人に出会えたっていうのが大きいですかね。つながりがね、つながりが増えました。あとね、なんか最近だったらもう地元で声かけられることがあるから、長野とかでね、もうそれだけで、もうそれだけでね、幸せ、幸せですよ。はい、まあ来年はね、ね、来年はちょっとね、いろいろコラボしたいなって、コラボ、コラボとかしてみたいですよね。コラボの年にしたいね。コラボの年にしたい。そんで1000人行ったら、行ったらってやつね。1000人行ったらまあなんかやろう、1000人の企画なんかやりましょうね。皆さんについてきてください。はい、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。良いお年を。ジンジャーエール、ジンジャーエール。最後に。